はい、こんにちは。暗号通貨についてちょっとねお話していこうかと思います。まあここ1年ぐらいで暗号通貨で一山当てたいなっていう方、まあ溺れなくいただきまして、まあそのねほとんど全ての方に申し上げたんですけど もう暗号通貨は手遅れだから、まあ見てるだけにしなさいと、もっと言ったらねもうね見なくてもいいんじゃないかなってことなんですよ。要するに乗り遅れてるんですよね。暗号通貨がこれぐらい日本の取引所にも上場されたりとかね、流通量が増えたりとか認知されて、それが、まあ、例えば SEC の訴訟に関わったりとか規制を受けたりとか課税されたりとか、まあ、さまざま法廷内での、まあ、通貨に関わってきてるところがあると思うんですよね。まあ、こうなるともうね値動きっていうのはそんなにしないんですよ。まあ、例えば昨年、一昨年だったですかね、私がビットコイン100万円を超えたらもう手が出ないよ、だから100万円を超えるまでに買っておきましょうってことを半年間に渡ってですね毎日のようにお伝えしてきました。その時に、まあ、買ってくださった方もいたと思うんですけども、どうでしょうかね。今ね、今ビットコイン500万円、なかなか割らなくなってきたじゃないですか。一ところ700万にもいったわけでしょ。じゃあ今1ビット買えますかってことなんですよ。で仮に1ビット買ったとしてね、それが2倍になってもやっと1000万ですよ。だからね、よくて2倍になるぐらいなんですよね、短期的にはね。長期的には分かりませんけども、じゃあその2倍益を狙うのに何年かかるんですかってことなんですよね。それがまあイメージできてるかってことなんですよ。1ビット買うのに500万、そして1年間それを寝かしてそれが1000万だったとして、課税効果を出してだいたい250万になるというふうに考えた時にですね、単純に1年間で250万しか稼げない投資商品なわけなんですよ。でリスクはそれなりにあるわけですよね。それからイーサリアムももうね20万円を割ることってのは考えられなくなってきたでしょ。だから私は20万円を超えたらもう、手が出ないよと。イーサリアムもだいたい100万円なんですよ、ターゲットがね。そう考えていくと、まあ、少なくとも10万円を超えるまでに買っておかなければならなかったってことなんで、もう私はねあれを買いましょうこれを買いましょうって話にはなんないんですよ。まあ、リップルもそうですけども、だいたい40円とか50円で買っておかないと勝負にならないですよね。で今100円前後で買ったところでね、じゃあリップルが奇跡の200円もしくは400円になったところで、それは3倍4倍になる程度なんですよ。でそこに投入する資金がおそらくねほとんどの方に十分ないと思うんですよね。じゃあ10ビット買いましょうって言ったらね、10ビット買えますかって5000万ですよと。イーサリアム100単位ぐらい買えますか、リップルに至っては1万リップルとか買えますかってことなんですよ。そうなってくるともう資金が最初からないじゃないですか。もともと資金があればね、もっともっと前に買ってたわけでしょ。そう考えていくと、あとは暗号通貨を FX みたいに取引する方法ですけども、これはもっと難しいですからね。買っておけばいいみたいな投資の初心者でも当たるも発揮ができたような暗号通貨の開闢機とは違って、テクニカルとかねファンダメンタルとかってことを考えなくちゃいけないときに、じゃあわざわざ暗号通貨じゃなくていいじゃんっていうね、FX のドル円の方がよりリスク低くてリターン高いことできるわけですよ。だからどこを切ってもね、暗号通貨でこれから稼ぎましょうって話には乗れないなって話なんですよ。それこそね2017年とか2018年が一つの分水嶺になったんじゃないかなと思います。あそこで ICO なんかにね関わってねお金を失わなければ、その後おかしな暗号通貨が死に絶えた後2019年にきちんと勝負ができたわけなんですよ。まあ一番いいのは2015年ぐらいで仕込んでおいてですね、認知度が全くなかったですから。で2017年テレビ CM がね始まる前にすでに利益を確定しているっていう形ですよね。まあ、その最たるものがカルダナエダですよね。もうカルダナエダなんて今でこそコインマーケットキャップでトップ3に入ってますけども、当時ってのはですね詐欺コインと言われてたわけですよ。まあセールスに関わった人のせいでそういうふうなねおかしな印象がついたと思いますけども、まあけどねビットコインすらどうなるか分かんない時にカルダナエダみたいな感じなんですよ。チャールズ・ホスキンソンさんって誰よそれみたいなね、イーサリアムを作った人、イーサリアムがそのものかよく分かんないものじゃないかみたいな感じで、どこを切っても信頼に至る要件がなかったわけなんですよね。だからそういう時にエントリーしないといけないんですよ。でもそういう時でもほとんどの方が ICO 詐欺にかかって資金失ってるわけなんですよね。だからそこをくぐり抜けて、なんかね体のエダだけを買っていた方、ビットコインだけを買っていた方、イーサリアムもたまたま持っていた方が今暗号通貨において資産を作ってますけども、だからといってね私は分かってましたとこういう理屈で勝ちましょうみたいな、このねなんかせこい
発信に負けないでほしいなと思います。私ははっきり言いますけども、カルダナイダは偶然買いました。で、最初は詐欺だと思いました。付き合いで買いました。途中で返金も要求しました。そのぐらいカルダナイダは、信用してなかったんですよね。よくわからなかったんです、要するに私の力量がなくって。で、片方ではアフィリエイトで高収益を上げていたんで、資金を最大限そちらの方に投入しようと思ってね、カルダナも、何十も何百も買うこともなく、ビットコインをついで買いすることもなく、暗号通貨に割く資金っていうのは限られたもんですよ。まあでもね、たまたまカルダナが今みたいになりましたんで、暗号通貨で一財産築いたかなってこともできますけども、そこはもう偶然でしかなかったんでね、だからその偶然を偶然じゃないと言い張るようなおかしなインフルエンサーとかね、 YouTuber に巻き込まれないように気をつけていただきたいかなと思います。まあね、ほんとね、私も情報業界長いですけども、そして勝ち抜いてきましたけども、暗号通貨のことを最近ね、あれやこれや言ってる人の中で、お前いたの?みたいな人ばっかりですよね。なんかね、当てにならないと言いますかね、まあ、いろんなご相談いただく中で、この人の言ってることは本当ですかとか、この人の勧めてる、投資言ってる本当ですかって聞くんだけども、まあ、分からないですけどね、本当のところは。だけども、そんなポットでの人がね、なんとかなる世界じゃないよっていうのは思いますね、少なくとも5年前から8年前にそのいろんなものの黎明期の時にね、私と一緒に肩を並べて学び続けてきた人がいるならまだしもですけども、いないですね。だからたまたま何かの縁で資金を勝ち取った人が後付けの理由でね、もっともらしく講義を作っているんだろうなと思いますけども、まあ、あと一つは当たってもないんですよ、そもそも。当たってもないのに受け入れの知識でなんかあれ発信して LINE に誘導してるわけでしょ、まあね、どれが本当なのか見抜くことは本当難しいと思いますけども、自分で考えてやることですよ。誰かの考えの通りにやるんではなくて、自分の考えてる通りにやることです。まあでもね、この人にはついていってもいいかなっていう人のことは、まあ一期一会漏らさないようにやった方がいいと思いますけどね、暗号通貨につきましてはそんな感じで、私はもう暗号通貨新規で買うことは多分ないと思います。もう随分前からないですけどね。で、今決済ポイント探してる時ですから、 XRP も大量決済した後そこまでの価格戻んないでしょ。もう XRP も終わったと思いますしね、イーサリアムも100万近くになるまで私は決済を待つだけで、仕込みはもうね2年前に終わってますからね。で、ビットコインですか、ビットコインもある程度持ってますけども、これはまあずっと置いといてもいいかなと、まあ決済するにしても30年後ですかね。で、カルダナイダもステーキング報酬自体は出してくる可能性がありますけども、まあ、プレセールで買った分に関しましてはずっと寝かしておけばいいんじゃないかなと思いますよね、まあ、というのが私の近況でしたね。皆さん、暗号通貨本当に何がなんだかわからないところが大きいですから、分かったふりをする人には用心してください。で、私は暗号通貨分かりません。たまたま当たった、ただそれだけです。たまたま4つ買って4つ全部当たったっていうだけですから、あとはね、ズインフィネットワークとかねありますけどもね、IOST とかあれも私はこれから値段が上がると予言しましたけども、でもたまたまなっただけですよね。もしくは私には本当にね、暗号通貨を見抜く目があって、たまたま当たったって言ったものとかね、これいいんじゃないのって言ったものがなんか本当にね、たまたま当たっただけかもしれないですね。はい、じゃあ以上です。